アブラハム・アダンとは、イスラエルの軍人。第一次中東戦争終盤、ウムラ・シラシに、インクの旗を掲げた人物である。第四次中東戦争では、気候師団長として、市内半島での戦闘に参加した。第十二代気候総監、第十八代南部方面軍司令官。1926年10月5日、アブラハム・エーデスル隊員として、 イギリス領パレスチナのクファル・ギラーディに生まれる。テルアビブの高校を卒業した後、1943年、ハガナーに入隊。シオニズム団体、ハシュメル・ハチイールに入団した後、体育教官を務める。アダンの愛称である、ブレンは、ハガナーの武装組織、パルマッハ在籍時に使用していたブレン系機関銃に由来する。パレスチナ北部の都市、 アトリットにおける入植作業に参加し、鬼没に義務を立て、後に、ネゲブ地方の南西部指機関となった。ネゲブ旅団不評中隊長の頃のアダン。アダンは、パルマッハのネゲブ旅団第八大隊第一、不評中隊長として第一次中東戦争に参加し、主にネゲブ地方の村や村につながる、水道館を防衛した。後ネゲブ旅団第七大隊の不評中隊長となり、 1948年末のエジプトに対する攻勢作戦、ホレブ作戦に参加した。この作戦中、アダンは仲間と共に市内の村、アブ・アゲーラに閉じ込められてしまう。一晩中エジプト軍との交戦になったが、これを撃退した。当時の第9代隊長、ハイム・バーレブによれば、アダンの中隊は、その後、通行不能と思われていた崖にあったエジプト軍の、 全哨基地を攻撃し、そこを攻略した、インクの旗、ポールに登っている人物がアダン。1949年3月5日、アダンは第一次中東戦争におけるイスラエル軍最後の攻勢作戦、ウブダ作戦に参加、3月10日、ウムラシラシを無欠占領した。この際アダンは周辺のホテルから取ってきたシーツで急増の国旗を作り、 仲間が見守る中それを形容した。この瞬間はインクの旗として撮影され、イスラエルにおいては第一次中東戦争を象徴する写真となった。アダン。1968年。第一次中東戦争終結後、アダンは気候下に転化した。1952年、一旦軍を退くが1956年に、 第二次中東戦争が勃発するとアダンは軍に吹き、第7機構旅団の第82戦車大隊を指揮し、アブアゲーラを攻略した。1957年、アメリカ陸軍の戦車学校で学び、第60機構旅団の作戦参謀を務めた後、1960年7月、第7機構旅団長に任命された。1967年の第三次中東戦争では、 大佐として、アブラハム・ヨッフェ少将の第31機構師団の副師団長を務めた。1968年、市内半島の防衛を担当する第252機構師団が編成されるとアダンは、その初代師団長に就任した。1969年3月少将に昇進、イスラエルタル少将の後任として、機構総監に就任した。 1973年10月6日、第4次中東戦争が勃発する。アダンは2日後の10月8日に退役する予定であったものの、第160に予備役機構師団長として、市内での戦闘に参加した。満足な航空支援のない中行われた10月8日の戦闘は多大な損害を出して失敗したものの、 翌9日から14日までの戦闘や10月14日の戦車戦ではエジプト軍の進出を阻止した。10月15日からのアビレイレブ作戦では第143予備役機構士団長のアリエル・シャロン、少将らと共にスエズ運河を逆とか、スエズ運河西岸のエジプト軍を総統しながらスエズ市にまで進出、第4次中東戦争におけるイスラエル軍の勝利に貢献した。 戦後、1974年1月から7月まで、南部軍管区司令官を務めた後、ワシントン駐在部官を務め1977に退役した。アダン、2003年、2012年9月28日、ラマトハシャロンの自宅で死去。去年85、ありがとうございます。